今年プールか海行きたくない？いやちょっと水着持ってないし。え、じゃあさ、おニューの水着買いに行こうよ。なんかね、白いのとか出ててすごい可愛かったよ。いやまあそうといえばそうなんだけど、その貧乳すぎて着れないというか、水着が。いやいやいや、全然大丈夫だよ。ヌーブラとかでさ、寄せてあげればもういろんなとこから持ってきて寄せてあげれば大丈夫だから。どこから寄せてくればいいのでしょうか。おはよう。おはよう。どうしたの？目腫れてない？いやちょっとね、昨日うつ伏せで寝ちゃって。あー、うつ伏せか、苦しいよね。苦しいって？そういえば、うつ伏せ何が苦しいんだろう。何が苦しいんだろう。よっ。どうしたの？いやその明日のテスト範囲ってどこだっけ？それね、確か13ページだよ。あ、サンキュー。今日のフックどうしよっかな。いっか、これにしよう。中はチューブトップにしよう。そうだね。そうだね。ママ、なんでバスタオル巻いてるの？大人になったらバスタオル巻けるんだろうな。はっはっは、アイムマッチョマン。わあ、すっごめっちゃ筋肉ある。はっはっは、最近胸筋を鍛えているんだぜ。大きいだろう。もしかして負けてる？これ私垂れないんじゃない？貧乳でよかった。はい、ということでいかがだったでしょうか。ちょっとマッチョマン役をね、一番最後に撮影したので、ちょっとこんな服装なんですけど、私は日常かなり貧乳で悩んでることがあったので今回はやってみました。ぜひ共感した方はグッドボタン、共感しなかった方もグッドボタンよろしくお願いします。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。インスタとツイッターもやってるので、ぜひぜひ概要欄の方からフォローよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。サンキュー。はっはっは、最近胸筋、あ、間違えた。すごい、本当に下が見えない。